Spinner。 おはようございます。山本ソニアです。4月22日金曜日、世界で今起きていること。このポッドキャストではニューヨークのニュースルームから世界に向けて今まさに発信されたニュースレターを声でお届けします。ボリス・ジョンソンがインドに上陸。イギリスのジョンソン首相は2日間のインド訪問で輸出と投資の案件を発表し、安全保障についても話し合う予定です。バイデン大統領はウクライナへの13億ドルの追加支援を行うと発表した。アメリカのバイデン大統領は、プーチン大統領は我々がウクライナへの関心をなくすと見込んでいると述べました。8億ドルは軍事支援に、5億ドルは財政支援に充てられます。世界銀行は食料価格の高騰による人的大災害を予測した。ロシアのウクライナ侵攻により食料価格は 37% 跳ね上がると予測されています。食品企業大手のネスレはすでにさらなる値上げを計画しています。 CNN プラスは終了した。3億ドル、日本円でおよそ385億円をかけたストリーミングサービスへの挑戦は1ヶ月ほどしか続きませんでした。フロリダ州議会はディズニーの税制優遇措置を終了させる法案を可決した。フロリダ州が学校教育で LGBTQ に関する話題を取り上げることを禁じた同性芸法。この法案をめぐる対立はディズニーに毎年数千万ドルの損害を与える可能性があります。上海の再開は物流の悪夢。実際に職場へ戻ることができる労働者は 30% にも満たないと中国 EU 商工会議所の関係者は述べています。新型コロナウイルスの重症者の数もこの24時間で3倍に増えています。今日のニュースの参照元は概要欄にまとめています。来週のニュースが気になる方はぜひ Spotify、Apple Podcast、Amazon Music でフォローしてください。クォーツジャパンでは世界の最先端を毎日2通ニュースレターでお送りしています。他にも世界で暮らす女性の喜びや悩みを伝える Portrait of Me がスタートしています。詳しくは概要欄に載せていますので、ぜひこちらも見てみてくださいね。山本ソニアでした。 Have a nice weekend!